どうも皆さん、カイトです。エクスペリエンスがお届けする戦慄ホラー死神死人紛れをご存知でしょうか。こちらは2022年12月1日に任天堂スイッチPS4 でリリースされたゲームになります。早速すべてのエンドまでクリアしたんですけど、期待を裏切らない心霊ジャパニーズホラーでしたね。死神死人紛れってなんじゃいって方多いと思うんですけど、エクスペリエンスの心霊ホラーシリーズであり、第1作目の死因、第2作目の NG、 第3作品目の今作死神死人紛れですね。時間軸としては死因の4ヶ月後の設定で、2作目の NG より前のお話です。主人公の開花屋敷和夫が死因に引き続き学院の会員の謎に挑みます。単一でも全然楽しめるんですけど、第1作目の死因のキャラクターがサポートで登場するんで、バックボーンを知るためにも先にプレイしておくとより面白いかなと。異例な 2D での全体描写、程よく簡単な謎解きとオマージュを感じるストーリー、カイトの手に汗握る選択バトルはめちゃくちゃ面白かったです。今回は死神死人紛れというおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力を簡単に紹介します。またこの動画では新エンドにつながるネタバレシーンは含まれておりませんのでご了承ください。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになるんですが、学園を探索する心霊ホラーアドベンチャーになります。主人公の屋敷和夫の元に、この江原学園の校長から死を宣告する手紙の調査依頼が舞い込みます。学園に足を踏み入れると死人が関係していることが分かります。手紙を受け取ったと思われ失踪した生徒を探すことになるんですけど、とんでもないことになってしまうお話。ノベルパート、探索パート、バトルパートの3つのモードで進行していきます。ノベルパートでは近況説明からキャラクター同士での会話が主になり、ボタンクリックで進めれます。探索パートでは横スクロールに動かして章ごとに学園の中、バスを乗り継ぎでの郊外、めっちゃ怪しい森などで情報を集めていきます。ロールプレイング要素も多少なりともあり、遺恨を集めることでレベルアップします。遺恨は拠点である保健室でバフをかけれるレーグと交換できるんで、章ごとに全て取っておき交換しておきましょう。これが主人公の体力ゲージで、こちらがパートナーの体力ゲージ、これが現在いる場所で、これが遺恨の所持数、これがログデータ一覧ですね。メニュー画面では所持品チェックからキャラクターデータなどが閲覧できるんで、謎解きに困った時はじっくり読むと解けます。一定のフロアでは主観視点に切り替わり、ノベル特有のポイント&クリックでの操作にも切り替わりますね。バトルパートでは怪異との接触時や情報を聞き出す人物などに発生する選択式コマンドバトルです。選択肢にはそれぞれ実行率が表示されており、実行が成功すると選んだ選択が発動します。正解を選ぶと悪とは進みますが、間違った選択をした場合は成功にダメージを食らいますので慎重に選びましょう。拠点は保健室になり、途中で成功を回復したい場合は一度戻ると自動全回復します。セーブ、レーグ購入、会話の選択肢が選べるので、落ち着きたい時にはカムバック。基本は探索してから謎解きを解決、そして怪異イベント発生の流れなので迷うことはないです。ざっくりと説明するとこんな感じ。そしてストーリーになるんですけど、1997年に創立100周年を迎える近衛原学園で死人が死を宣告するという噂で持ちきりでした。数週間前に生徒が失踪しており、失踪する前日に親愛なる死人からの手紙が貼られていました。警察の捜査では手紙が見つからずに生徒も失踪したまま、そんな状況の中で再び死の宣告の手紙が届きます。見かねた校長が事件の調査のために怪異を見ることができる男、怪異家屋敷和夫を呼ぶってお話。そしてこのゲームの魅力についてなんですが、1、怪異がとにかく魅力的な圧倒的ホラー。作中で手紙の調査イコール怪異で学校探索するんですけど、とにかくいい意味でグロテスクなんですよね。最初のトイレの花子さんから口裂け鹿島、こっくりおじさんなど見ただけでテンション上がりますよね。ライブ 2D で表現されているのもあって、臨場感もプレイヤーに伝わるのがとにかく良かった。一枚絵でも過激に表現されているのも圧倒されて、3年近く待った甲斐があったなと。また選択肢によるバトルパートも考えさせれる場面が多くて、これ絶対合ってるやろと思って変な呪文唱えまくってたら処されましたが、時間制限がないのが気持ち楽なところで、ミスりまくって成功がゼロになっても直前からプレイできるのでご安心を。2、
シーンと NG に引き続いてのセクシーな描写。前作前々作をプレイしたことがある人が一番期待しているのが怪異に襲われているセクシーな描写かと思います。手紙に書かれた学園内の生徒が 120% 怪異に1回襲われちゃうんですけど、想像をかき立てるようなシーンがいくつもあります。マジでお見せできないの残念なんですけど、なんかセクシーです。正直これを見るためにゲームをやっていると言っても過言ではない。嘘です、ごめんなさい。グロい描写とセクシーはよくホラーでは掛け算されること多いんですけど、まさに死神もその通りです。ここは実際にプレイして堪能してほしい。3、ストーリーが普通に面白くて惹かれる。学園をベースに物語が進行していくんですけど、ほんまにストーリーが分かりやすいんですよね。主人公の屋敷が過去をフラッシュバックしながら伝えてくれて、親愛なる死人って何ぞやもう作中で徐々に紐解かれていきます。途中でマシマって刑事が荒ぶっていろいろとイケイケどんどんなんですけど、幽霊が怖いっていうギャップもちゃんと引き継がれててよかった。探索パートも簡単に見つかるものも多いので、主人公のバフをかけるのも容易なのも好印象。今作のダブルヒロイン同僚姫子と鬼怒川美智穂もがっつり絡んでくるので、主人公のあたふた加減もかなり好き。4、クリア時間は20時間。バッドエンド、通常エンド、グッドエンドを合わせてのクリア時間は20時間ほどでした。わざとミス選択でのギャラリー埋めをすると22時間ぐらいで、またカイトはクラウドファンディングの支援者でしたので、 DL のメリーのお色直しを含むと23時間ほどでした。1月末に NG とのクロスオーバーとしての追加シナリオのマッハ姫が DL で配信されるそうなので期待大ですね。全部の文章を読み込んでのクリア時間なのでフルボイスではないのでこれぐらい。この機会にどっしりとホラーを楽しんでみるのもいいかもしれませんね。以上になります。心霊ホラーアドベンチャー、死神、死人紛れ。死人が学校に紛れているかもしれない展開に絶妙の効果音と1万円に命を懸けているアートワークの数々。簡単な謎解きからサスペンシブアクトの選択肢でトンチンカンな答えを選択する。よければ皆さんもジャパニーズホラーを楽しんでみませんか。きっと1万円の怪シーンになった時に、次はどんなセクシー、どんな怪の絵が来るんやってなること間違いないですよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。